まあ、創業の2002年から、そして実際に事業を始めてから、まあ、そこからの、まあ、成長ということで、まあ、一つの老人ホームから始まって、現在では10拠点以上の事業所ということで、老人ホームだったり、それから保育所だったり、それから、まあ、昨年からは、まあ、障害の事業、そして、まあ、それ以外の事業も含めて、まあ、多種多様な事業を、まあ、このおよそ、まあ、約20年間の中で、まあ、ここまで成長できたっていうところの、まあ、成長力と、あとはやっぱり働く職員の一人一人の、やっぱり人間力というか、要は、まあ、優れた人材が揃っているからこそ、まあ、20年間の中で、まあ、ここまでの成長を進めることができたっていうことも、まあ、両方のこう相関関係がやっぱりしっかり、取れているっていうところが一番の魅力じゃないかと思ってます。まず一つ目は、やっぱり素直な人、自分以外の人の、まあ、考え方だったり、まあ、意見だったり、といったことを、まず率直に受け入れる、ただ人から言われたことを、まあ、そのまま鵜呑みにするっていうことではないですね、素直っていうのは。そうではなくて、まずは人の考えをまず自分なりに、しっかりと腹に落とし込んで受け入れるっていう力を持っている人が非常に多いというふうに考えています。だからこそいろんなこう、まあ、世の中の変化に対して、新しいことをやっていこうといった時に、そこにこうスッとこう対応できるっていう能力が高い人が多いなというふうに、考えてます。あとはこの、まあ、エイジソグループはやはりこの研修だったりその勉強する機会っていうのは非常に、多い組織ですね。で特に、まあ、その、まあ、専門的な勉強だったり研修っていうことも、まあ、当然そうなんですけども、まあ、それにプラスして、まあ、人として、どうあるべきなのか、どういう、こう人生を歩んだら自分自身が幸福な人生を歩むことができるのかっていう、そういう人間として、まあ、人生をどう歩んでいくかっていうところの研修も多々行ってますので、そういったことをこう吸収して自分自身を高めていくっていう、その、まあ、勉強好きな人っていうのが非常に多いというふうに、まあ、自分としては、まあ、考えています。我々エイジソのグループのビジョンは未来を切り開く挑戦というビジョンを掲げています。まあ、今までもずっとこう成長し続けてきましたけれども、まあ今後も拡大をするっていうことよりも自分たちがやりたいことを実現していくためにまあ挑戦をし続けていくということを考えています。今現在この業界では何が求められているかというと、やはり地域包括ケアということで、自分たちがこの生活をする基盤の中でしっかりと、要はその地域の中でどれだけサービスを完結することができるかどうか、これは介護、保育、それから障害、それから医療も含めて、地域っていうのは一つの中学校区域っていうふうに言われてますけども、そのエリアの中でそのサービスを完結できるっていうような状況を僕ら単独で作っていくっていうことも目指しますし、あとは地域の中でのアライアンスを組むいろいろな事業者さん、まあ、医療法人さんだったり、それから学校さんというところも含めて、そんな関係性を作りながら福祉を通じて、まあ、それが地域の中でどれだけ完結できるかということを、2040年に向けて考えていきたいというふうに思っています。